どうも皆さんはじめまして、皆無先生です。皆さんは本音と建前、という言葉をご存知ですか？本音と建前とは、何かしらに対する人の感情と態度との違いを示す言葉、簡単に言うと相手の気分が悪くならないようにお世辞を言うということです。ということで第1回皆無先生のお勉強講座は、本音と建前とは実際にゆっくりの役者が再現してくれるので、どういうものなのか、というのを実際に見ていただき、勉強していただきたいと思います。それでは、どうぞ。さてと、気になるあの子に LINE しよーっと、よーし、早く既読になれー。お、なったなった。あ、ずっと開いてると自分もすぐ既読になって相手に惹かれちゃうし、一回閉じておこうかな。ぐっふ、今度はどこ行こうかな。まだ来ない？いや、多分帰ってご飯食べたりお風呂入ったりで忙しいんだ。そうだ、そうに違いない。はい、ストーップ。いいですか男性の皆さん。女性はデートの後は基本だらけます。というか今時ご飯食べる時に携帯いじらない大人いますか？むしろ気になる男性に対してならどんな時だろうが手を止めます。よって返事が来ない時に、ご飯やお風呂に入ってるんだと言い訳するのはやめましょう。それでは次行きましょう。よし、もう一度送ってみよう。よし。はい、ストーップ。忙しいですかって、私はあなたの何なの？彼氏？子供？あなたは自分で、私常にあなたを監視しています。キモい男でしょ？って公言しているようなものですよ。なのでこういったような LINE を送るのはやめて、相手からの返事を待ちましょう。それでは続きをどうぞ。お、既読になりました。さあ、どんな返事が来るかなぁ。はい、ストーップ。これ確定ではないですが、限りなくゼロに近いです。考えてもみてください。幼稚園児や小学生じゃないんですよ。体力もしっかりついているはずです。そりゃ好きでもない人なら寝る可能性はありますが、好きな人なら一言だけでも返しませんか？返しますよね？ということです。では続き見ていきましょう。なんだなんだ、寝てたんですね。なら仕方ないです。なんて送ろうかな？よーし。はてなばかりはやめましょうね。さて、じゃあ待ちますか。お、来たー。ようやく既読に。ドキドキ。はい、ストーップ。このことについて一言だけ。お前はカビゴンか？いかがでしたでしょうか？あくまで一個人の感想ですが、結構当たってくれてるのではないかと思っております。もし今回の動画が好評でしたら、次回も違うパターンをやりたいと思っております。それではここまでのご視聴、ありがとうございました。